ジャイアンツの守護神大勢投手です。大勢さん、今日も三者凡退で抑えました。チームも勝ちまして、今どのような思いでしょうか。そうですね、今日は三振がなかったんですけど、あの野手の人たちに守っていただいてしっかり抑えることができました。今日は8回まで東郷投手が1失点、まあ、自身の最多の球数も投げて投げ切ってきました。今日は9回、どんな思いでマウンドに上がったんですか。ずっと後ろで、裏であの東郷が投げてる姿を見てて、自分も奮い立たされたので、しっかり戸郷に勝ちをつけるピッチングをしようと思ってまあ流れました。そして今日大勢投手は10セーブ目ということで、ジャイアンツとして球団史上最速での10セーブ目ということになりました。ありがとうございます。また新たな記録を一つ作り上げるということになりましたが、この記録に関してはいかがですか。開幕する前からあの、自分の中で日本一になるために一戦一戦しっかり結果を残していくっていうのを目標に、ゲームに入っていったので、まあ、その結果こういう結果につながっていることが非常に嬉しいです。ジャイアンツファンの皆さんはこれからも大勢投手が9回守護神として君臨して、そしてゲームをピシャッと抑えるのを楽しみにしていると思います。この後に向けても一言お願いいたします。これからも自分の投球で本当に球場に足を運んでくださったファンの皆さんだったり、野球を見ている人に野球の素晴らしさだったり、なんていうんですかね、元気になってもらえるようなそんなピッチングしていきたいなと思います。ぜひ今後の投球も楽しみにしております。2人目のヒーロー大勢投手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー戸郷投手、そして大勢投手でした。放送席どうぞ。